エロール・スペンス・ジュニアは、アメリカ合衆国のプロボクサー。現 WBCIBF 世界ウェルター級王者。ニューヨーク州ロングアイランド出身。2008年5月、ナショナルゴールデングローブスに、ウェルター級で出場し、準々決勝で敗退。2009年5月、ナショナルゴールデングローブスに、ウェルター級で出場し優勝。2009年6月、 全米選手権にウェルター級で出場し、準々決勝でジュリアン・ウィリアムズを破り優勝。2009年9月、イタリアのミラノで開催された2009年、世界ボクシング選手権大会にウェルター級で出場し1回戦で敗退。2011年3月、パンアメリカン競技大会にウェルター級で出場し2回戦で、ブライアン・カルロス・カスターノに敗退。 2011年6月、全米選手権にウェルター級で出場し優勝。2011年7月、ロンドンオリンピック国内予選会にウェルター級で出場し優勝。2011年9月、アゼルバイジャン共和国のバクユで開催された2011年、世界ボクシング選手権大会にウェルター級で出場し、準々決勝で敗退。2012年8月、 イギリスのロンドンで開催されたロンドンオリンピックにウェルター級で出場し、準々決勝で敗退。2012年11月9日、3回小勝ちを、収めデビュー戦を白星で飾った。2015年9月11日、元イボ世界ウェルター級王者のクリス・ファン・ヘールデンと、ウェルター級10回戦を行い、8回50秒を、TKO 勝ちを収めた。 2016年4月16日、ニューヨーク市のバークレイズセンターにて、元 WBO 世界スーパーライト級王者で、IBF 世界ウェルター級12位のクリス・アルギエリと対戦し5回 TKO 勝ちを収め重要なテスト戦をクリアした。スペンスは22万5千ドル、アルギエリは32万5千ドルのファイトマネーを稼いだ。試合後、IBF ・ IBF 世界ウェルター級王者、 ケルブルックへの指名挑戦権をかけ、IBF 世界ウェルター級3位のコンスタンチン・ポノマレフと IBF 世界ウェルター級挑戦者決定戦を行うよう指令を出した。2016年6月9日、コンスタンチン・ポノマレフが拳の負傷で IBF 世界ウェルター級挑戦者決定戦に出場できないため、IBF ・ IBF 世界ウェルター級4位のジェフ・ホーン、 IBF 世界ウェルター級五位のラモン・ピーターソン、IBF 世界ウェルター級六位のサミュエル・バスケスに決定戦に出場するよう指令するが全員が断ったため最終的に IBF 世界ウェルター級七位のレオナルド・ブンドに指令した。二千十六年八月二十一日、IBF 世界ウェルター級六位のレオナルド・ブンドと IBF 世界ウェルター級挑戦者決定戦を行い、 6回2分6秒小勝ちを収めケルブルックへの挑戦権を獲得した。2017年5月27日、シェフィールドのブラモールレーンで IBF 世界ウェルター級王者のケルブルックと対戦し、11回1分42秒小勝ちを収め、王座獲得に成功した。2018年1月20日、バークレイズセンターで元世界2階級制覇王者で、 IBF 世界ウェルター級5位のラモン・ピーターソンと対戦し、ピーターソンが7回終了時に棄権したため、初防衛に成功した。2018年6月16日、テキサス州フリスコのフォードセンターアットザスターにて、カルロスをカンポと対戦し、初回3分小勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2019年3月16日、テキサス州の AT&T スタジアムで、 実質に階級下のミゲル・アンヘル・ガルシアと対戦し、12回判定勝ちを収め3度目の防衛に成功し、WBC 世界ウェルター級、ダイヤモンド王座も獲得した。スペンスが試合の観戦に来ていたマニー・パッキャオに対戦を呼びかけると、パッキャオもいいですよ。ファンが望むことをしましょうと対戦に同意した。年月日、アメリカのロサンゼルス。 ステープルズセンターで WBC 世界ウェルター級王者ショーンポーターと王座統一戦を行う。11回にスペンスが左フックでダウンを奪い、12回判定2から1で勝利し王座統一を果たした。この試合でスペンスは200万ドルのファイトマネーに加えてペーパービュー売上げの部合を稼いだ。2019年10月10日、深夜3時頃、 愛車のフェラーリで大幅なスピード違反で走行中に、車両が何度も横転して大破する単独事故を起こし、一時は集中治療室に入ったが、奇跡的に顔に裂傷と歯が数本折れただけの軽傷で済み、一週間後には退院した。しかし、飲酒運転であったことが発覚し、退院直後に起訴された。2020年12月5日、テキサス州の AT&T スタジアムに、 新型コロナウイルス下の影響で集客が規制されている中で16,102人の観客を動員してダニー・ガルシアと対戦し12回判定勝ちを収め5度目の IBF 王座防衛及び WBC 王座の初防衛に成功した。また WBC がこの日のために特別に作成した医療従事者が描かれた特別ベルトも獲得した。 2021年8月11日、マニーパッキャウト10日後の8月21日に対戦を予定していたが、スペンスが左目の網膜劣行と診断されたため試合を欠場することになった。ありがとうございます。